皆さんこんにちは。今回は私の推しゲームの紹介です。とりあえず騙されたと思ってやってみろ。いいから。普段は安価で面白いゲームを紹介するチャンネルなんですが、今回は本当にやってほしいゲームの紹介。今後も様々なゲームを紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今回の推しゲームはハーフライフアリックスです。VR オンリーの FPS ホラーゲームになります。開発元は我らのバルブ。そしてあのハーフライフのスピンオフ作品であります。今回は簡単にハーフライフの歴史や時系列のご案内と、VR についての紹介。そしてこの作品のおすすめポイントなどお話ししていきますのでぜひ最後まで見ていってください。まず、ハーフライフについて。このハーフライフアリックスはハーフライフ2の世界の5年前のお話になっています。でこちらゴードン・フリーマン博士。ハーフライフ作品通しての主人公、バールのようなものがとてもよく似合います。このゴードンさんがブラックメサ研究所でエイリアンと戦うお話がハーフライフ1のお話。ブラックメサ研究所で大規模な事故が発生し、エイリアンが大量発生してしまいます。続いてその時駆けつけた海兵隊のお話がハーフライフ・オポージング・フォース。そしてハーフライフ・ブルーシフト。ブラックメサ勤務の警備兵が施設から脱出するお話。この3つの作品は追加ストーリーとして登場し、スピンオフ作品とされています。ハーフライフについてもっと詳しくお話ししたいところですが、長くなりますので割愛。ご自身でぜひプレイしてみてください。ハーフライフ1から15年後の世界がハーフライフ2になります。1の時に侵略してきた地球外生命体の侵略軍をコンバインと呼んでいます。2ではこのコンバインたちが人類を支配した世界になっています。この右側にいるのがアリックス・バンス。今回紹介したいハーフライフアリックスの主人公。コンバインの手から人類解放に向けて戦っていくわけですな。2の世界の5年前のお話がこのハーフライフアリックス。ハーフライフ通してのゴードンさんはまだこの時異世界に幽閉中ですので登場いたしません。ハーフライフの世界観はとても面白く、1からやるとさらに面白いと思います。ですがハーフライフアリックスだけでも十分に面白い作品だと思います。特にモッドがすごく充実していて、ハーフライフのモッドから出た作品もたくさんあります。カウンターストライク、チームフォートレス、ポータル、クライオブフィアー、などが有名なところでしょうか。ハーフライフアリックスもモッドはかなり充実していて、ストーリーをクリアした後でも無限に遊べちゃいます。しかし VR オンリーってところが悩むところだと思います。次に VR について簡単にお話したいと思います。まず私の環境ですが、オキュラスクエスト2を使用しています。VR の中では比較的安価で買えるものですが、PC との接続もできるので Steam 作品のゲームも問題なくできます。私は今のところこのハーフライフアリックスと、アルトデウス、狼と香辛料 VR シリーズ、からかい上手な高木さん VR、ゆるけん VR、を遊びました。が、現在はほとんど起動しなくなってしまいました。ハーフライフアリックスを少しやるぐらい。何を言いたいのか、まだ他に遊べる VR 作品が少ないということ。作品自体はあるのかもしれない、ただ私は他作品遊んだ時かなり酔ってしまったんです。ハーフライフアリックスは酔わない工夫がされており、最後まで酔うことなく遊べました。VR を購入する時の注意点として今のところ、ハーフライフアリックス以外に推せるゲームが個人的にない。それでもハーフライフアリックスは皆さんにお勧めしたい。それだけ楽しめる神ゲーということです。ハーフライフの値段は6290円となっており、VR を持ってない状態で遊ぶとなると約4万5000円が必要になります。4万5000円で一つのゲームを遊ぶのは高いですよね。VR ゲームでおすすめ作品ありましたら、その都度紹介したいと思います。やりたいゲームが複数あるようでしたらぜひ購入し遊んでみてくださいね。ではここから実際のゲーム画面をご覧になりつつ、おすすめポイントの紹介です。始めるときに移動方式の選択があります。ブリンク移動方式とは簡単に言うとワープ移動。酔うことが少ない移動方式。正直 VR ゲーム基本酔うと思います。この移動方式で遊ぶことをおすすめします。イーライ・バンスとは主人公アリックスのお父さんになります。アリックス・バンスは偵察任務でシティ17に侵入中。シティ17は、コンバインの本拠地。実は一部の人間はコンバインと同盟を組み帝国を作り上げているんですね。そして地球を統率し、人間を配下にし管理しているといったところ。この世界観をぜひ VR で見てみてほしい。うおうおうすげーってなりますよ。その辺に落ちてるものとかもリアルで、掴んだり投げたりできます。ガラス瓶などは投げたら割れますし、ペンなんかはこのように絵が描けたりします。没入感がすごいですよ。本当におすすめな作品です。神作品すぎて最初にやってしまうと他作品が霞んでしまうのが欠点です。
プレステーション5でも専用 VR ヘッドマウントを2022年以降に発売すると発表しています。今後はこれに並ぶ作品、もしくはこれ以上の作品が出てくれることを期待して待ちたいと思います。ハーフライフアリックスの物語は、アリックスのお父さんイーライ・バンスが捕まってしまいます。それを助けること、そしてコンバインの秘密を探ることが目的となっています。アリックス以外にもレジスタンスはこの土地に侵入しており、機会を伺っているって感じ。だけどもそれがバレちゃったって感じでコンバイン兵どもが慌ただしくしております。で、一部の人間はコンバインと手を結んでいるんですが、このコンバイン兵の中身は裏切った人間です。コンバイン兵になれば、美味しい食事と嗜好品なども許可され、家族などの安全も保障される。なので悪気がない人間もそれなら、っていうんでコンバイン兵になっていってしまうんですね。まあでも安全が保障されるなら、コンバインの下で暮らすのも悪くない気がしますが。はい、出てきました。イーライ・バンスさん、まだこの時イーライ・バンスが何をしたか正体はバレておらず連行されてしまいます。ついでにアリックスも連行されてしまいます。で、連行途中の車両の中で爆発が起き脱出することができました。助けてくれたのがこの人、レジスタンスの仲間ラッセルさん。ラッセルさんのイーライ奪還作戦があるそうで聞いてみる。電車に乗せてイーライさんを移送するみたいなので、先回りしてコントロール盤をハックして止めるという作戦。イーライさんを乗せた電車はノバプロスペクト行きだそうです。そう、ハーフライフ2に出てきました独房ですね。そしてハーフライフといえば重力を扱う器具、2ではグラビティガンでしたが、アリックスではグラビティグローブ。グラビティグローブは遠くのものを自分のところまで飛ばせるグローブです。これにより地面に落ちてるアイテムをわざわざかがんで取ることをしなくても良くなります。よく考えられた設定だなと思いました。もちろん銃が出てきてバンバンぶっ放していくわけなんですが、これがかなり面白い、そしておすすめポイントにもなります。銃撃戦がマジで戦争、リアルでサバイバルゲームをしているような手に汗を握る戦闘になります。銃にはサイトがついていて、そこを覗くと大体覗いた場所に飛ぶようにできておるんですが、私は以前ハワイに旅行に行った時実銃を撃ってきたのですが、思うように扱えなかったです。このゲームも焦って適当に撃つと思うように銃弾が飛ばず、本当に銃を撃ってるような手応えを感じると思います。目標をセンターに構えてスイッチ、焦らず敵を倒しましょう。ハーフライフといえばゾンビですね。このゾンビもリアルにできていて、VR で目の前に出てくると本当に怖いです。ちなみに両サイドに出ている UI は VR 装着時出ません。今何発装填されてるかは、感覚あるいは音、あるいは銃のマガジンを確認しなければなりません。弾がなくなると、赤くなりカキンと音が鳴ります。こうなったらリロードを行います。リロードはボタンを押しリジェクトし、マガジンを排出。新しいマガジンを挿入しスライドする。この動作が敵に襲われて焦るとできないもんで、マガジン落としたり、スライド忘れてなんで撃てないんだよってなったり。こうやって兵士は命を落としていくのか。という感じで、銃撃戦はかなり面白いです。ゾンビが目の前に出てきた時に焦らずできるか。それともちろん銃弾も無限ではありません。道中拾っていくわけなんですが、本当にギリギリ足りるようにできてます。うおうおうおう倒せーって夢中になって撃って、クリアしたら残り3発だけだったわみたいな。本当によくできた作品です。ハーフライフアリックスではボルトという隔離された場所を通ります。ここが身の毛がよだつような場所で、変な植物、変な生物がいっぱいでした。これを VR であたかも目の前にあるような環境でやっていくわけです。どう？やりたくなったでしょう？ハーフライフのゾンビはヘッドクラブという生物に襲われた人間がゾンビになってしまいます。ちなみに食用にもなるらしく、茹でたり丸焼きにして食べるそうです。クラブっていう名前がついているんですが、カニの味はしないそうです。この第一ゾンビの頭についてるのがヘッドクラブです。エイリアンのフェイスハガーを思い出しますね。ヘッドクラブが本体みたいなもんなので、頭を狙って攻撃してください。今作ではバールはありませんので銃で撃ってくださいね。こんなのがたくさん襲ってきたら結構焦りますよ。その辺はぜひご自身で体験してみてください。はい、1体倒すの21発使ってしまいました。こんなのだとこの先生き残れないので注意しましょう。
モッドを入れてみました。一周クリアしたらぜひモッド入れて遊んでみてください。今回入れたモッドはコンバット棒です。弓ですね。矢は無限に取り出せて当たると普通の敵だと一撃で倒せる火力を持っています。当たればの話ですが、あとはこのように新しいステージのモッドもあり、地下施設からの脱出とか、市民の一人になってして17から脱出するエピソードなんかもあります。2021年3月19日現在では、820個のモッドがあるみたいですね。選ぶのも大変なので、最も人気の上位から選んでいけば問題ないと思います。個人的には大満足なハーフライフアリックス。VR ヘッドマウントもこの作品のためだけに買ってもいいと思える作品でした。ハーフライフを知ってる人ならなおさら、知らない人でも気になったらやってみてください。やってみてもっと知りたくなったら過去作品やってみたり、動画で見てみたりするのもいいですね。本当に面白いシリーズだと思っています。ちなみにハーフライフシリーズはバルベの初作品であり、FPS 三大作品の一つとも呼ばれる作品になっています。クエイク、アンリアル、ハーフライフが FPS 三大作品だそうです。ストーリーには SF 作家さんを起用し、映画を体感させるようなゲームとして評判が良かったんですね。そんなハーフライフですが、エピソード3もしくはハーフライフ3なんて、来たりはしませんよね。そうですよね。3っていう数字を知らないバルブさん、ぜひ続きをお願いします。ということで、簡単にハーフライフアリックスを紹介しました。ウィッシュリストに入れておいて他に楽しそうな VR ゲームが、出た時にでも一緒に買ってやってみてください。絶対ハマること間違いなしですぞ。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。次回の動画でまたお会いしましょう。